ゆるっとレジェンズ、略してゆるレジェスタートです。はい、はい、皆さんこんにちは。ドラゴンボールレジェンズ宣伝 P の指一元です。この番組はドラゴンボールレジェンズに関する情報をゆるっとお届けしていく番組となっております。今回も前回の動画に引き続きピアノジャックのお二人に来ていただいております。どうも、ピアノジャックのピアノ担当してます、ハヤトです。よろしくお願いします。カホン担当のヒロです。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、ゲストのピアノジャックさんについては、ハヤトさん、ヒロさんの2人で構成されているインストゥルメンタルユニットとなってまして、まあ、独自の音楽性がすごい人気となっておりまして、多数のジャンルで活躍されているという超人気のお二人になっておりますが、ドラゴンボールレジェンドかなりコアにプレイしていただいているということで、今回も動画にご出演いただいております。ありがとうございます。これまでの動画では PVP とか、まあ、共闘、まあ、レジェンドのプレイをメインに勝負していただいたと思うんですけれども、今回はですね、ちょっと少し変わった企画で、はい、2人にはバトルをバトル、はい、していただこうかなと思っております。はい、その名もレジェンズイントロドンでございます。はい、レジェンズにまつわる BGM をですね、はい、イントロでパッと流していただいて、レジェンズの何の時に流れてる BGM かっていうのを当てていただきます。おー急に言葉が、急に自信がそうですね、まあやっぱ電車とかの移動中とかにいじってることが多いと僕ね、あれなんかすごいあ、まあでも一応そんな言い訳すんなすごい、だん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 僕も9割実はまだなんですか？9割まだ持ってるんですか？そうなんですよただでも、もう僕ら音楽やってるんで、まあそうですよね、ね、はい、パッと聴いたやつを、まあ、聞いたことあるもん、音楽はね、初めて聞いたとしてもパンと、ああ、違う、初めて聞いたとしてもあれ、これはここの BGM だ、イメージが浮かぶからね、それはない発想でした。挙手制で上げていただければと思います。合計で3問ございますので、はい、言っていただければと思いますので、持つった今急にこう不安げな、大丈夫ですかこれ、大丈夫ですか。じゃあ早速ちょっと第1問いきたいと思います。じゃあイントロスタートお願いします。はいはいはい、早かったのはハヤトさん。え、オープニングでしょ。あ、正解でございます。え、あーってさすがに分かる。はい、ということでさすが正解は、はい、オープニングのタイトルとホーム画面 BGM で、あ、早い、これは大丈夫ですよ。お、やっぱ急に顔が晴れやかになってきた。曲を知らんくても多分大丈夫だよ。さすがにさすがに僕の中ではこの最初すごいこう短くして、ちょっとこんなんじゃわからないっていうこう言われるかなと思ってたんですけど、さすが。あ、すいません、なんか次から少しずつちょっと難しくなっちゃいますので、第2問のイントロお願いします。あ、はい、あ、ヒロさん早かったです。ああ、ガチャ引いてる時です。あ、すごい、正解です、はい、さすが、素晴らしいです。確定ガチャ引く時はもう絶対に BGM オンにするさすが、素晴らしい。クラシアエンスの BGM となってまして、正解のキャプチャでここ出てる時はまだ追加されてないガチャエンスが左に、あ、なんか紙が置いてある。ブルーじゃないですか。そうなんです、実は新しいガチャ演出を追加予定となっておりまして、これもだから確定演出、確定演出の一でございます。はい、なんでブルーの僕とちょっと奥見えづらいんですが、ゴールデンフリーザに役も変わっておりまして、ちょっとさらに見えづらいんですが、奥からキントーンが飛んできたりとかしてましてですね、いろいろ実はヒロさんの大好きな確定演出が、全然もう今度からずっと BGM オンにしない、かなりほんまやらしいですから確定の時しかオンにしないですなんか無言で何かやってるなと思ったら、なんかパッて見たら全部ヒーローとかその時はやっぱ見せたくないですからね。今後も新しい演出をですね、言ってみれば2周年に向けてかなりかっこいい演出が追加予定となっておりますので、楽しみだな、はい、ぜひそちらもヒロさん特にお楽しみにということになっております。はい、そしてラストの問題、これ日本選手なのでちょっと次の問題がラストとなっておりますので、じゃあラストの問題、はい、イントロお願いします。はい、あ、早い早い、分かるのにやっとさん早かった。あの PVP の対戦待ちの、あ、素晴らしい正解、足早いいやもっと難しくしてもよかったです。これよかった、これさすがピアノジャックのお二人、素晴らしい、素晴らしい感じですこの後はドラゴンボールレジェンズの最新情報
お届けしてまいりたいと思います。はい、で今後予定している新イベントからまずはお伝えできればと思います。こちらになっております。実はですね、ドラゴンブレイズリリース700日記念キャンペーン開催予定となっております。どうされました？いや面白い下のね、はい、気づいちゃいました。気づきますよ。うわ何でしょうね。じゃあ絶対フラグメントだよ。逆に迷惑でしょ。フラグメントないと思ったらあのボックス、まあ、あの拡張しないと、ボックスの裏に拡張しないと。いやそんなことはしないでしょ。そうっすね。いや大体わかるなっていう、はい、何かが期待していただければと思います。はい、はい、その他にもいろいろイベントも予定しております。続いてですね、今後の運営方針について、はい、引き続きお話しさせていただければと思います。で今後の運営方針についてちょっとギルド機能について今回ちょっとお話しさせていただこうと思っておりまして、ギルドってちなみに今なんかこうお二人でチーム組んでやってらっしゃる？やってないです。自分で作ったことないんですよね。そうですね。そうなんですね。入ってる、入ってはいますけど。あ、入ってはいるんですか？なんで誘ってくれへんの？だってあれは自分で一応持ってるんですよ、はい、その制作チケット、はいはい、ギルドの設立チケット、うんうんうん、はい、あれは持ってるんですよ。なんてどなたかのに入ってらっしゃる、はい、そうなんですよ。じゃあもしかしてこれ見ていただいてる誰かのギルドに、うん、あやさんが入ってる可能性が。僕入ってません。今そのギルドってあの同じチームを組んで、あの、まあ、自分でプレイして終わりっていう形なんですけども、せっかくなんでちょっとギルド対ギルドみたいな戦いをできるようにしたいなと思っておりまして、せっかくまああのいろんなキャラクターを持たれてると思うんで、例えばロードマップみたいなものをギルドの中で作って、そこに自分のお気に入りのキャラクター1体をこう配置してですね、敵のこう攻めを自分のキャラクターで守るみたいな、防衛戦みたいな。そうです、おっしゃる通り、おっしゃる通り、そういうのを実はやろうと。攻めもいける。そうです。で相手自体はあの例えばまあオートプレイとかであのリアルタイムじゃなくてももうできるようにとかしておいて、うんうん、ってやるとより例えばまあお二人でチーム組む時とかは、確かに絶対こいつをここに置いてくれとか、このキャラクターをぜひ育ててくれみたいなあの一緒にやれる要素が増えるかなと。まあ、ギルド機能以外にも今後レジェンズ、あの最近だと新しいあの覚醒で全開覚醒っていうのがあって、はい、そういう全開覚醒のこう覚醒の仕方みたいなところももっと皆さんがこう楽しみながらやれるように、うんうん、全開覚醒変えていったりとか、どん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 あのストーリーで出てるキャラクターとかイベントで出てるキャラクターの例えばプレイアブル化みたいなものをやってたりとか、例えばあんまりアップルールとか分かんないですけどね、分かんないですけど、うん、まさかちょっとアプールを出していただいて、いや、いいとこ来たなっていうのは今ちょっと僕はすごいびっくりしてるんですけど、そうなんですよ、あのいるじゃないですかイベントで、あの金刊マンとか、そうですね、金南マンとかレジェンズで出る謎のキャラクターたちが、はい、いるんですけども、ちょっとねご要望があるかどうか置いといて使える日が来るかもしれないっていうのはちょっとあったりするので、まあそんなあのちょっと新しい情報とかどん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 、はい、でもアップルに負けたらちょっと嫌ですよね。そうですね。アプールにちょっとスーパーサイジに挑んで負けるみたいな、ね、まあ、いやでもめちゃめちゃ強いアプールがいても。そうですね、レジェンドの醍醐味やっぱそういうところに、ね、結構あって、ね、自分のこうスキルとか、まあ、育て方でそういう戦い方できるっていうのをどん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 あの楽しみ方の一つとして体験できるようなものを今後も予定しておりますので、ぜひ皆さんお楽しみにしてください。はい、ということで、はい、今回の動画はここまでとなっております。そしてピアノジャックのお二人をお迎えしての動画をこれで最後と、はい、いや本当にありがとうございました。ありがとうございます。すごいコアの話とお二人のドラゴンボール愛、レジェンズ愛が伝わって、もう逆に良かったんですか？いや本当にすごい良かった、すごい求めてました。やっぱドラゴンボールレジェンズって結構あの好きな方とことん好きというか、あの要素この要素っていう語りたくなる要素すごいんで、お二人がそこにすごい入ってきてくださってお話できたのがすごい運営としても楽しかったです、はい、ね、普段はちゃんとね音楽やってるんですけど、やってますけども、そうですね、この動画では終始レジェンズの話をもっとライブとかもやって、ぜひ皆さん音楽も聴いていただいて、あの音楽の活動の方も応援していただいて、かつお二人をレジェンズ同行もぜひ応援していただいてと、本当にあのありがとうございました。楽しかったです。はい、ではあのドラゴンボールレジェンズゆるレジェンズ自体はまた次回の動画も企画していきたいと思っておりますので、引き続き皆さんよろしくお願いします。ではでは皆さん、そしてピアノジャックのお二人ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。